こんにちは、山城と申します。さあ、今日はね、朝飯を食べようと思うんですけどね、ただそれだけで動画を1本撮ろうじゃないかということですね。というのは、まあ、どん兵衛をね、どん兵衛を。はい、こんにちは、山城と申します。さあ、今日は何をしようかというとね、どん兵衛を食べようじゃないかということですね。最近どん兵衛の値段が上がっちゃいましてね、なかなかね、食う機会が減ったんですけどね、いや、どん兵衛ね、買ってきたわけでございます。お前、どん兵衛食べるだけ丼を作ろうなんてね、まあ、なかなか虫のいいことをね、やろうとしてるわけなんですけどね、まあ、これね、何を、じゃあどうしてね、どん兵衛で作ろうかって言ったらね、まあ、一応ね、何もなしにね、食うのもあれかなと思ってね、ちょうどね、いい機会やなんていうのか、よくどん兵衛ってね、地域によって味が変わるっていうじゃないですか、西のどん兵衛と東のどん兵衛って有名ですよね。でね、幸いなことに、この三重県っていうのはね、ちょうど境目に近いということでね、まあ、私ね、住んでるところで四日市。四日市の場合は、普通に売ってるのは、基本的には東側のやつなんですよ。なんですけどね、探せばね、四日市でも実は西側のやつを売ってる流通のところもありますし、ちょっと西側に行ったらね、金山だとまだ東かな。なんか伊賀とかに行くと西になりますよね。ちょっと境目がね、微妙なところなんですけどね。南もね、蕎麦とかだとまだ東が売ってんだけど、そっから南に紀伊長島と熊野なんかに行ったら確実に西なんですよ。で、この前ね、ちょうどまだ出してないかな、熊野にね、行ってきたわけです。熊野とか宇都野とかあっちの方に行ってきたことがありますね。で、スーパーに行ったらやはり西側のやつが売ってたわけですね。ってことで、これね、西側のどん兵衛と東側のどん兵衛をね、じゃあ食べ比べしようじゃないかってことですね。まあ、2つぐらいですけど、どん兵衛と2人はね、別に食べれますからね、余裕で。よし、食べてみようってことですね。で、開けてる間にちょっといろんな比較をしながらね、やってみたら面白いんじゃないかなってことでね、やっていこうと思います。ちなみにね、持ってるのこっちが東、こっちが西かな。西ですね。一応ね、見分け方としては、もうね、皆さん知ってると思いますよね。ここにね、E って文字が見えますよね。これがイーストで、東側のどん兵衛ってことらしいです。で、西側になると、どこだ？ここだね。で、これが、ゆよっと呼びますけど、ダブルになってますよね。これは西側のどん兵衛ってことで、ね、これ熊野で買ってきた。これはもう近所で買ってきたやつですけどね。ということでね、どん兵衛を食べ比べ、しながら、また食べ比べとは、ちょっと徹底比較でいろいろと、見ていこうじゃないかと、やってみると思います。試しに、何が違うのかな？アレルゲンはね、変わらないかな？乳成分、小麦、サバ、大豆、ごま、ゼラチン、一緒ですね。この辺は一緒。お湯の量の目安も一緒ですね。で、蓋をして5分、まあ、この辺りも一緒ですよね、ということですね。どこが変わってるかな。お客様相談室の電話番号も全国一緒みたい。あ、でも、麺の量、ちょっと違うのが、栄養成分表示が、やはりちょっと1食あたりが違いますね。まず、西側の方のが 1g 少ないですね。1食 95g ってなっておって、ね、ほら。ね、こういう風になっとると。で、西側の方は 96g になっとったとしますね。で、あとは、ね、熱量、カロリーが1キロカロリー、西の方のがヘルシーですね。で、タンパク質は 9.6g、東が 9.6g、西が 8.8g ってことなんで、タンパク質は高タンパクなのが西側ということですね。脂質は 16.7g、東が 16.7g に対して、西側が 16.9g ということで、0.2g、脂質がちょっと高い。ちょっと、そういう意味では、こっちの方が脂質ね。脂質はあれなんですね、少ないですね。で、炭水化物は一緒、57.9g。食塩相当量が、あ、東のが薄いんだ。東が 5.1g で、麺が 1.6g、麺火薬で 1.6g で、スープで 3.5g。0.1g、西側の方のが塩分高いんですね。5.2g になってます。ってことは、そっか、食塩相当量、これ、2つ買ったらもう 10g いくんだな。まあ、スープを残せば、あれか、麺でしたら 3.2g ですからね。うん、スープまで残すと、なかなかあれなんですね、塩分になっちゃうんですね。
してビタミン B1 は一緒 0.17 なのでビタミン B2 は B2 は、東側の方が多いんだ、0.22 こっちが 0.18 で、カルシウムは197東が197で、西の方が184ですよ。東の方のが栄養価は高めなのか、なんですね。原材料はどう？油揚げ麺一緒、小麦粉、植物油脂、ちょっともううちの位置が違いますけど、なんでしょうね。時代がちょっと違うか、食塩、植物性タンパク一緒、昆布エキスも一緒、だいぶ植物繊維も一緒だな、糖類が入ってきて、火薬、味付け、卵、かまぼこ、塩、素顔、かまぼこでまとめてあるんですね。でスープ、食塩、魚介調味料、こちら食塩、粉末醤油、糖類、魚介調味料で、このあたりがちょっとスープのところが変わってきてますね。七味唐辛子、ネギ、糖類、昆布粉末とかがこっちは入ってきとるということですね。へーへーへー。で、他にもいろいろと、使ってるのがあって、まあ、なるほど、公開してやる。これが東のやつね。東はこんな感じで、まあ、気になる方は一回こう止めてもらって見てもらっていいかな。西はこんな感じで。やっぱスープのところに多少違いがありますけど、それ以外は基本的には使ってるのはやっぱ一緒ですよね、ということですね。賞味期限の位置も一緒だし、保存方法は、まあ、当然一緒に多いや強いものの底や直射日光を避け、常温で保存してくださいと全く一緒のことが書いてありますね。で、製造者も東も西も大阪の住所になってるんですね。なるほど。ジャスマークも一緒。ね。ということですね。他はとりあえずパッケージ上はそれぐらいかな、違い分かるのは。あ、ちなみにあれですね、バーコードは違うんですね。バーコードのジャンコードはやっぱ違うんですね。西と東とほら、違いますね。へえ。最後267372になってますかね。へえ。じゃあ早速開けていってみましょうかね。まずはどう、皆さんが見られてるのは、これは大阪の人が見てるか東京の人が見てるかで変わりますしね。まあ四日市の人は東の方が見られてるのかな。ね、ですから東の方から来てみましょう。結構久しぶりだな、どん兵衛食べるの。最近はやっぱり安いカップ麺ばっかしでね。なかなかどん兵衛はね、深めの花っていうところがありましてね。さあ、開けてみましょう、どん兵衛、どん兵衛。開けると、まあ、いつものごとくお揚げが入っておって、ね。まあ、変わりませんよね。で、粉末スープに一味唐辛子。まあまあまあ、見ないと感じですよね。じゃあ、西の方はどうかな。あれですね、西の方は、まあ、まだ一緒ですね。やっぱ T シャツ入ってますけど、これの色は違いますね。こっちが西、こっちが東、片手でたこうか。はい、粉末スープ、同じ粉末スープで、ちょっと、あれですね、七味も書いてあることが違うな。こっちは東の方は赤唐辛子で風味華やぐ彩り七味ってなってますけど、何でしょう、西側の方は和山椒で香り華やぐ、香り華やぐはね、香り華やぐみたいなことで、彩り七味とこれって七味も違うの使ってるんですかね。まだちょっと気になりますね。ちょっと七味は七味だけ受けてちょっと見てみましょうか。はい、よいしょ。まあ基本的には構造は一緒ですね。マジックカットでね、カットできるようになってますから、まあ、バチバチとカットしていきましょうね、ということですね。そう、どん兵衛はね、何か入れやすいね。七味が加えたわけ出ますからね、後から入れやすいですよね。で、東のやつにやっぱり一応東を入れましょうね。入れ替えたらもう多分、わかんないけど。よいしょ。じゃあ、東の。入れた感じも変わるかな。こ
粉を見て嫌いって分かるもんなんですかね。よいしょ、入れてみました。まあ外見すぐにどっちが西東っていうのは分かりにくいですね。やっぱりこの粉ではね、こんな具合ですからね、違いは。まああんまり分かりにくいかな。こっちが、こっちが東、こっちが東、こっちが西、こんな感じ。JR の色に合わせてあるのかな、これは。まあ、これで分かりますよ。でも、いやいや、やっぱちょっと香りは、やっぱ昆布の香りの分がするのかなっていう感じはしますね。うん。かきなりさんの感じは。結構ね、こっち、言って関西だしですからね、四日市は、その、うどん屋さんのうどんは。うん。駅の中に入っている立ち食いうどん屋さんとかも関西だしですからね、うん、まあ、近鉄の影響があるっていうのもあると思いますけど、そうですね、という感じですね。じゃあ早速お湯を入れてみましょう。